インディ・ジョーンズ、魔球の伝説は、1984年のアメリカ映画、アドベンチャー映画、インディ・ジョーンズシリーズの2作目、劇中の時系列は、前作、レーダースの1年前に設定された。特撮は、イルムが手掛け、アカデミー賞では、四角効化賞を受賞。また、作曲賞にもノミネートされた。1935年、考古学者インディは、 上海の満州系ギャングとの取引で騙されてトラブルに陥る。その場に居合わせた歌手、ビリー、相棒の少年ショートラウンドと共に飛行機で追ってから逃れるが、その飛行機はギャング関連会社が所有するものだった。策略により飛行士たちが脱出し、燃料を排出された飛行機はインディたちを残して墜落させられ、ゴムボートで辛くも脱出した彼らはインドへとたどり着く。 インディたちが川岸で偶然であった老人に小さな村へ案内されると、そこは井戸が干上がり食べるものもままならない状態で奇妙なことに子供が一人もいなかった。村には芝ンガと呼ばれる品種が祀られていたが、邪教集団に奪われ、村の子供も連れ去られたという。老人から救世主だと言われたインディたちは、サンからストーンと子供たちを取り戻すため、 邪教集団の根拠地だという、かつてマハラジャが支配していたパンコット宮殿へと向かう。無人のはずのパンコット宮殿には、新しいマハラジャであるザリム神が即位しており、表向きにはきらびやかに見え、インディたちは艦隊される。しかしその夜、インディが隠し通路を見つけ、宮殿の地下に潜入すると、そこでは邪教の密技が行われていた。 邪神カーリーを祭祀する司祭モララムは呪文を用いて人間の心臓をえぐり出したり悪魔の血を使って人々を洗脳し邪神臓に生贄を捧げていた。モララムは村の子供たちを奴隷として利用して地下に隠された残り二つのサンカラストーンを探し同時に資金源となる宝石を採掘していたのだ。その後悪魔の血によって洗脳されたインディだったが ショート少年の起点で体を松明で炙られて、正気を取り戻し、生贄にされかけたウィリーを助け、3個の3カラスとンを奪い返す。そして、地下の子供たちを解放するが、インディはザリムシンが操る呪いの人形により、体の自由を奪われて、絶体絶命のピンチに陥ってしまう。ショートは人形を奪い、インディと同様にザリムシンを松明で炙って、 正規を取り戻させる。危機を脱したインディは敵を打ち倒してトロッコに乗り込む。失踪するトロッコで敵から逃れて脱出したインディらはモララムの作戦で壊されたタンクから押し寄せる水流に追われるが辛くも地上へと戻る。しかし被災モララムと信者たちによって吊り橋に追い込まれる。インディは吊り橋の縄を剣で切断して宙吊りになりながら モララムとの懸命な戦いを繰り広げる。モララムはインディの心臓を繰り抜こうとするが、インディが悪しき魂を焼き尽くす芝への祈りを唱えると、サンカラストーンは炎に包まれる。なおもサンカラストーンに執着した、モララムはその一つを手に取るが、暑さに耐えきれず手を離してしまい、外界へ落下してワニの餌食となるのであった。炎に包まれたサンカラストーンは、 村の火詞であったため、モララムと共に崖下に落下する直前に、インディがキャッチするが、悪しき魂の持ち主ではなかったためか不思議と燃え盛る炎は瞬時に収まり、そのままインディによって回収された。その直後に軍隊が応援に駆けつけ、残党の信者たちを銃撃して鎮圧。子供たちを解放し、村の秘宝、サンカラストーンを取り戻したインディたちは村に戻り、 救世主として大歓迎を受ける。スピルバーグとラトナム作品のジェットコースター的イメージを決定づけるトロッコシーンではミニチュアが多用された。走行中のトロッコを捉えるロングショットのほぼ全てがミニチュアであり、フィルティペットによるストップモーションアニメも一部使用されている。イルムでは視覚効果の光学合成にビスタビジョン方式を採用しているが、いくつかのシーンでは トンネル上の模型セットを通常のビスタビジョンカメラで移動撮影できず、ニコン製のスチルカメラを改造して使用している。宮殿出口の断崖絶壁はインディたちの立っている場所以外のほとんどがマットペインティングである。その前後の水が押し寄せるところからインディたちの輪郭が青っぽくなっているのはマットペインティングを使用しているためである。 作品中での暴力シーンや残虐な場面が多く、本作品がアメリカにおける PG-13 制定のきっかけになった。また、作品中で描かれる奇妙な食文化や邪教信仰などが、インドやヒンドゥー教に対する偏見や人種差別に基づくものだとの批判も根強く、北インドやアンベール城での撮影をインド政府に拒否された。このため、 スリランカでの撮影を余儀なくされ、村人役のエキストラたちも、新ラ語を話している。ありがとうございます。